はい、どうも、コンシェルジュです。すごくびっくりしたことがあって、依頼者さんからメールが来たんですよ。で、やばいですと、ミスっちゃいましたと言うから、どうしたんですかっていう話をしたらさ、僕に本来送ろうとしてたメールを元彼に直で送ってしまいましたっていう話で、でもう大ミスといえば大ミスなんですけれども、その時に僕がまず思ったのは、あれって思って、にしてはこの人明るいなと思ったんですよ。まあ依頼者さんですからね、いろいろその電話とかもしてるし、メールとかでご相談もいっぱいしてるので、それなりにその人のこと、まあ直接会ったりなんだりはないけれども、まあ理解、少しはね理解しているつもりなんですけれども、んと、この人はこういうことになった時にこういう感じの明るい、やっちゃいましたやばいっすねっていう態度する人だったっけなって思ったんですよね。本来は落ち込む人なんですよ。でもなんか明るいんですよね。もうやけくそになっちゃったのかもしれないけど、でも本当に自暴自棄になってる感もなく、いや本当にこれもう私はもうバカなんでしょうかねみたいな感じのことを言われ、いやもうなっちゃったことはもう仕方がないから、もう今後のことを考えていくしかないのでっていう話をしながら、まあ対策練ってる最中なんですけど、まずそういうこと第一に自分磨きしていくと、そういうことになるんですよ。たとえ大きなミスをしたとしても、へこまないというか、基本的に楽観的に、物事を考えられる、リアルな話笑うしかないっていう状態になるんですよね。でもすごく真面目に復縁したい復縁したいって深くこう考えてる時っていうのは、そういうミスすると本当にもう自殺しようかなっていうぐらいへこむじゃないですか。そういう状態だといけないんですよね。で、その人はもうそういう状況から脱出して、やっちゃいましたどうしましょう本当やばいっすっていうぐらいな軽い感じになってたのがまずびっくりしたんですよ。すごいなっていう。で、その軽い感じがあれば多分大丈夫なんですよね、そういうミスしても。で、何これっていうふうには元彼のとしてはなると思いますけれども、もうそんなの気にせず、ごめんミスっちゃったみたいな感じでメールすればいいですし、最悪ですよ。で、そこでああだのこうだの言われた場合は、そこは逆にね、逆切れして、もうだって好きなんだもんみたいな感じのことを言っちゃうしかないんじゃないですかね、と。そこまでやっちゃったらね。だからちょっと相談してて、その人に送るメール間違っちゃったんだもんって言って、もうバカバカアホしねって分からせやみたいな感じで、LINE を送るっていうぐらいの突拍子もないことやった方がいいんじゃないですかっていうアドバイスはしたんですよね。で、その女性も、その女性の依頼者さんも、その元彼もまだね、確かね30いってないんだよね。まだ20代だから、ちょっと恋愛にロマンス的な恋愛を求めてたりするわけですよ。で、僕なんかはロマンスとかもいらない、疲れてるからだから恋愛するにしたって別にそんな、ごめんどくさいことしたくないしさ、女の子と喧嘩してね、女の子がバーってこうもう嫌いっつって走っていったとしても、僕は追っかけないしね、クソめんどくさいからだから黙って見てて、会いなくなっちゃったってなるだけだし、帰るし普通に一人で。で、そういう年頃じゃないから、もうちょっと若いから、だから逆にね、例えばそういう、その僕に本来送るべきメールを元彼に送ってしまった、元彼としては、何これどういうこと、何してんのこいつっていう気持ちになります。で、そこでごめんねごめんね、そういうんじゃなくて、あ、そういうわけじゃなくて、私そういうつもりじゃなくてっていうふうに言い訳するともう重いしね、昔のまんまのなんかうぜえなこいつっていうふうに思われてしまう可能性があるので、そこはもう完全にもうその勝負に出る感じで逆ギレするしかないですよ、というアドバイスをしました。で、僕のね昔の頃をちょっと思い出すと、それって結構キュンとくるかなっていう。だって好きなんだもんって言われるのはよくあるじゃないですか。バカしねって言われるのはないですよねだって好きなんだもん、私の気持ち分かってないじゃんバカアホしねっていう風にぐらいの LINE なりメールなりが来たら、多分ちょっと可愛いって思う可能性があるんですよ。ありません？ちょっと可愛くないですかそれ。なので僕はそういうアドバイスをしたんですけれども、正直それ以外の解決方法がない。リアルな話、それ以外の解決方法っていうか、その逆境をね、プラスに変えれる、何か戦略みたいなものはもう逆切れするしかないんじゃないですか。多分勘違いだから、間違いだから、そういうわけじゃないからっていうのはマイナスにしかならないと思うんですよね。
となるともう逆切れしかなくないですか。うん、っていうアドバイスなんかをしたりして、で話をしてたらやっぱりその女性のね依頼者さんはすごく前向きなんですよ。まあそれしかないですかね最悪みたいな感じで、で、まあ、最悪ねそうやって元彼から言われたら、まあ、私じゃあそうやって返信してみますんでっていう話になって、ただ僕としてもねアドバイスとしては元彼から何も言ってこない限りは基本こっちから動かなくていいですからっていう、これは復縁では基本的なセオリーじゃないですか。冷却期間を置くね、冷却期間を置くときに基本はこっちから連絡しないっていう、向こうから連絡あれば一回返すっていうだけぐらいが多分ちょうどいいんですよね。でそういうスタンスでいればいいと思いますので、こういうねそのややテンパり状況になっちゃったからこそ若干セオリーにのっとりつつも、ちょっとその最悪の場合は突拍子もない対応をすることも視野に入れながらね、楽しく気楽にもう考えるしかないっすねっていう話をして、で盛り上がって電話が終わったわけですけれども、またメガネ押さえたね僕で、あと一つね注意しておきたいのが、僕にもうそのメール相談とかするときにコンシェルジュさんとか、そういうね名前とかで呼ばない方がいいかもしれないです。でその依頼者さんギリギリセーフだったのは名前入れてなかったんですよ。例えばコンシェルジュさんこんにちはみたいな、で質問があるんですけどみたいな感じで僕の名前とかを一切入れてなくて、こここういう感じだったんですけどどうなんですかねみたいな感じだけの短い感じのメールだったのでね、なのでギリセーフ、最悪何かその彼に追及された場合の言い訳としてはお友達に相談してたの、職場の先輩にね相談してたの、だって好きなんだもんバカ欲しねって言えばいいでしょう。でもさちょっとさコンシェルジュとかって名前出しちゃうとネットで調べればわかるじゃないですか、僕じゃん、やり口だって僕と一緒なんだからバレるんですよなので僕にメール相談するときは依頼者さんね、僕にメール相談するときはちょっとね名前入れない方がいいかもしれないです。もう最悪こういうミスって、その人はアホな人じゃないですからね、本当に普通の真面目なすごく素敵な女性なんだけど、ミスるときはミスるんですよね人間ね、ヒヤリハットの法則ありますでしょ、ミスるときはミスるので、ちょっとそこはね注意しといた方がいいかなっていうふうに思いました。はい、今回は以上です。頑張っていきましょうね。コンシェルジュでした。ではまた。